はい、どうもシャップのスプです。使用率変化プカムシバイのランクマッチ、今回もやっていきましょう。高焼さんとマッチングしました。前回のパーティーが強かったから、もうこのパーティーをでもうマスターボール系とりあえずいっちゃおうと思って、まあちょっと変えつつどこがやですごい試合やって、なんとかマスターボール系だと少しできそうってとこまで来たんだけど、そうだね、本当はさ、マルビアルの輪っかオノノクスを使いたかったの。オノノクスにスカーフ巻いて、まあ、使ってたんだけど圏外だったから、だからなんかちょっと数時間前に148番になっちゃって使えなくなったっていう。さてと相手がね、なるほどなるほど。あ、でもこれいいと、アブリボンとカモラ全員。そうだね、アブリボンで粘られるとか刺さるね、ハイヤー以外。ファイヤーには、まあ、メレシー出しとく？いや、メレシー、でも、ヒラルバだけで多分その他のポケモン厳しいから、メレシー全然刺ってないんだよ、他のポケモンに。ファイヤーと、エースバンぐらいか。でも、エースバンもそんな刺ってないんで言うて。タイプ変えられるから。フリージョ出しとくか。いや、ポイゴゼットでいいのか、別に。ファイヤーは。何とかなるか。何とかしてくれる？もう、これでいこう。はい、対戦よろしくお願いします。ゴリランダー。初手ゴリランダーか。まあ別にいい、別に。初手ゴリランダーは割と嬉しいんで、なんでかっていうと、しびれごらは負く必要がないから。まあ元そもそもしびれごらは負けないんだけど。草タイプだから、相手は。まあ確かにゴリランダーの S 出力値がね、85しかないから、ポリゴゼットの上を取れるんだよね。ポリゴゼット S90 があるから。ネコダマシか。いやでもこれで、ね、いやネコダマシ強いんだよね。そうそうそう、アブリモンの特性ディープって認知度めっちゃ低いんだけど、多分わざと追加効果受けないんだよね。だからこれを知らずにネコダマシとかガーセキクイズとかやってくれるんだって。それが強いね、マイナーポケモンの強みだよね、この辺は。本当にね、アブリモンのさ特性知らずにガーセキクイズを打ってきたタイミングがめちゃくちゃあったからね、今まで。まあ、グラスラスに耐える。まあ、それ、無放射普通に殴っていく。で、グラスラ2発で欲しいのか。まあ、しょうがないんだ。ゴリランダの火力だと。ポリゴン Z のトラートレア落とせないな、これは。さすがに。どうしようか。まあ、ひらは出すしかないな、このタイミングは。まあ、どうせ、大体ザシア入れてる人ってザシア出してくるんだよね。他のレースポケモンだと出してこないってことはあるんだけど、よく。ザシアを入れてきたらザシアを出してくるから。それで問題がね、こっからなんだけど。そうなんだよね、このさ、ヒドラは強いところでさ、トンボ返り覚えるんだよね。まあこれでどうせね、まあいると思うんだよな、正直。ヒドラは強く出るポケモンさすがに、一体ぐらいは。まあ、ここでゴリランダを切ってくるとは到底思えないから、トンボ返りで、あ、殴っていく。あ、取った、やば。落とせ、落とせ。落ちたナイス、ナイス、ナイス。トンボ返り強いな。ゴリランダに対してはむちゃくちゃ強い。はい、ゴリランダを倒しつつ、そうだ、ハチマキのトンボ返りはすげえ耐えないよな、ゴリランダ。そうだね、これ普通はさ、大体これで、どうなんだ、相手出してくる、出してくる。まあ大体さ、これでさ、結構多い負けパターンが、これでザシアンを出されてっていう、まあそういうパターンなんだけど。そうそうそう、ザシアン違う、だからこれでヒラルバにさ、フリーなポケモン出されると、まあそこからヒラルバがやって、その後のザシアンが倒せなくなるっていうパターンが多いんだよ。さてどうしよう、これは。いやー、厳しいなー、これ。あ、ちょっと、これやばいわ。普通にやばい。破壊構成で倒してくれることを願って撃つしかない、これ。倒せ。破壊構成で倒してね、こんなやつ。で、撃つのよりは倒せる。撃つのよりは倒せる。ギリギリ倒せる。無理だ。普通に無理だった。全然無理だったわ。これやばいなー。いや、どうせ、宇都宮の S 上がるんだよ、これで。ビーストブーストで。耐えるわけ、耐えるわけないし、宇都宮のメテオビーム。耐えるわけないんだよな、宇都宮のメテオビームなんて。こんなん受けるポケモンいないんだからさ。そうか。
まあこれで、あ、トップコーラ上がったらトップコーラ、スパイス上がってない。これはワンチャンある。全然ある、全然ある。どうせ相手の技ザシア。ザシアはね、実は自信でも落ちる。ただね、あの、鉢巻き渡した平野の自信で落ちるんだよ、ザシアは。フレアドライブ打つまでもなく。まあこれ打つより落とす。裏がエースバーンかザシアンって中出る。さすがにザシアンでしょ、裏。いや、なかなかないもん。ザシアンがいるパーティーでザシアン出してこなかったっていう経験がほとんどないから。さすがにザシアン、裏。あ、エースバーンでも勝てる、別に。タスキ持ってなければ。タスキもしくはスカーフ持ってなければ勝つ。ただエースバーンの持ち物採用率って結構タスキスカーフが多いんだよな。このパーティーの結果はタスキとスカーフに弱いことだから。あれなんだけど。あー、持ってるか、タスキ持ってるか、お前。タス、だってもう一発ぐらい耐え、カウン、タスキカウンターかー。大佐ありがとうございました。はい、田中さんとマッチングしました。そういう感じか。これだとね、そうだね、ドラパルとかね、すり抜けのせいで、あの、すり抜けたらなんだっけ、クリアボーリーのせいでデバレットのさ、効かないんだよね。あの、初めて知ったんだけど。そう、最初知らなかったんだけどね。まあ、ただまあ、ザシアン、エースバーのためラブリボンを出していくしかない。それ、ザシアンのためヒダルマ出していくしかない。最後の一体だな。正直フリージョンでいいか。あのね、ランドスがスカーフだった場合は上から岩のライを打たれて終わりなんだけど、ただスカーフじゃなければ普通に上から殴って倒せるし、ポリゴンずっとモッシュドトマあたりを強くなれるから、フリージョンでいこう。対戦よろしくお願いします。エースマン初手。エースマン初手か。まあとりあえずここはシビレゴなチャレンジが発生する。アブリモンのシビレゴの命中率は90ある。75って書いてあるけどね、90ある。本当に。ほらね、当てる当てる。マジでこれ全然外さないの。もうアブリモン本当に愛してる、本当に。締めながら当てすぎだもん、だって。よし、まあ虫タイプ。コンボ外で帰ってくな。なんだろう、何したいんだろう。あれか、そういうことね。わかった、なんとなくわかった。これやばい、ね、ザシアンに控えたらやばい。ザシアンはやばい、マジで。あ、終わったな、これ。終わりだわ。この試合負け。もう負け。うますぎる。それはうますぎる、さすがに。さすがにうますぎるよ、それは。なるほどね。ではではね。もうこれ、ダシアの巨人の耐えるわけもなく、やられて、そんで上、ダシアの上から殴られて3立てで終わり。はい。もう。いやー、ずるいな。何やってるの今、しびれ込まれたら。なんだ今はなんだというより。ちょっと待って、ワンチャンあるのか今、エクスやってたけど。なんでアブリモンが抜いた、アブリモンが抜いてるのはヒロナの抜いてる可能性あるでしょ、全然。抜いとけ、抜いとけ。フレアレット倒せ。実はさ、ね、ザシアンってね、多分あのヒドラに有効だからないんだよね。いや、セイラー続きとかあるのかもしれないけど、で抜いてるな。頼むからもう、おとなしく、あ、電光石火、あ、抜いてないよ、これ、電光石火ってこと。地震で落ちるよ、落ちろ、落ちろ、地震で落ちる。あー、やっぱ耐久ぶりか、それ SD ってないってこと、耐久ぶりなんだよな。正直、今の S1 に引いてくると思ったから、この技読みで。まあでもこれザシアンがなんとか落としたらでかい。で正直負けだと思ったから。絶対負けだと思った、この試合。ああ、ランドス、絶対ランドスさせてくる。ドトムか。ドトムの方ね。なるほどね。ヒルナが残ってないと、フリージョは冷凍、フリージョの冷凍見る多分ザシアン落ちないから。ドトム出すしかない。ドトム出して。
どんなもん食らう？ドロポン。ちょ、まだ半分食らってんのかよ。半分食らうのかよ、これ。マジか。マジでいっとんの。やば。勝ちで薄っ。もう、このパーティー使ってる、本当に運に頼らざるを、頼らざるを終えないんだよな。絶対エルドを撃つよりは多分いい。フリトラで、ドトムをどんぐらい削れるか。まあ、半分は行くんだよ、多分。半分行く。この HP なら、キラはフレードダイブで倒してくれ、多分。多分フレードダイブで落ちる。まあ、それそっからでも出るんだよ。キラならフレードダイブでドトムを倒す。だけど多分エースバーは一発で落ちない。で、絶対落ちない。ザシアを落とせる。から、だからエースバー今巻きってるじゃん。締めることを願うしかない。うっす。勝ち筋うっす。まあまあでも。まあこれで、フレドラで下げだと落ちるんだよな。まあこう落ちてくんだけど話にならないんだけど、まず。これ落ちるよな、さすがに。はい、落ちる。で、こっからが問題だよ。こっからが問題だよ。まあ、多分エースバーを出してくるだろうと。いや、でもね、急所に当たる、もし、あ、ザシアンね。まあ、さすがに電光石火で落ちないから。え、電光石火出すフレードドライブの反動ダメージ結構きつい。え、ちょっと待って、これもしかして急所に当たるしか勝ち進んじゃない。次のさ、エースバーの攻撃で、急所でやってるし。ちょっとやばいね。え無理じゃねこれ。これ無理じゃねいや、このハンドダメージすごい耐えるんだけど。耐えるんだけど。耐えるんだけど。いや、無理じゃねこれ急所でやると無理だな。これ一発で倒さんとかじゃん。この HP 的に。いや、一発されて相手が巻きったところでさ、もうだってハンドダメージ倒れるから終わりだもん。厳しい。急所で当たる、急所で当たる、急所で当たる。うわい、で、急所当てなくても落とせるんだけど、助けを持ってたから負けです。はい、はい、はい、ありがとうございました。